いいことスイッチ、イエーイ。サクさんです。むちゃねーです。はい、今日の動画はさあ、本日はですね、今毎日行わせていただいております、はい、毎日5パック開封なんですけども、ちょっと手法を変えまして、はい、8パック開封にしたいと思います。おお。そして本日開けていただくのはこちら、じゃん、心臓ガチタン超ガチャレンジ、俺がオーラなんですけども、はい、まあ、デュエーマですね。でデュエーマ8パックといえば特急エイトができるんですよ。おお。というわけで、まあ、もう開けちゃうんですけども、はい、まず今日はここから8パック開けます。はい、それで1デッキです。おお。で、また次の動画で残った中から8パック開けます、はい、うんうん、それで1デッキです、はい、で、お二人で対戦していただくと、はい、そんな感じでね、やりながら開封を楽しみつつデュエーマのレベルも上げていこうと、はい、はい、そういう感じでございます。はい、というわけで今日も開けていきたいんですけども、はい、まずどっちのデッキにしますか今日。おお、これちょっとね、重要だと思うんですよ。確かに。じゃ、じゃんけんして買った方のデッキにしよう。オッケー。最初はグッ、じゃんけん、はい、1個でしょう。お、なるほど。じゃあ今日向くのは山崎さんの、はい、デッキになります。はい、ちなみにトッププレイヤーは何なんでしょうか。はい、トッププレイヤーはドドドドーピードープで、メルカリとかでは5000円ぐらいで、おお、はい、ありますね。凄まじい、はい、というわけで早速開けていきたいと思います。イエーイ。それでは行きましょう。ということでちょっとパッと見た感じ、はい、裏面から違うカードが、はい、そうなんですよ、ね、ちらほら。これはこれがあの新しくできた新ゾーンのカードなんですかね。ちょっとこんな感じでね、ちょっと色が違うという、はい、どんなカードが入ってるんでしょうか。それではお願いします。はい、行きます。ドン。あ、いきなり、ほうほうほう、いきなり資源フィッパード、ふんふんふん、おお、GR クリーチャー。へえ、あ、これか。そうですね。どこは？ほ、怪獣。おお。俺が俺だ。うんうんうん。これ。切り毛動物カナディオ戦慄。かっこいい。かっこいいですよ。ノイセデスベントゥ。ベントゥ。あ、GR。あ、GR。こういう。かわいい。GR いいな。なるほど。横向きのカードが非常に多いですね。そうです。横向きのカードってどういう意味なんでしょう。俺がオーラって書いてまして、はい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 、俺がオーラっていうのは、これを自分のガチャレンジクリーチャー1体につけるか、1体ガチャレンジ召喚してそれにつける、そのクリーチャーがバトルゾーンを離れたらこれも同じゾーンに行き、その後そのガチャレンジクリーチャーは自分の超ガチャレンジの一番下に戻る。ふんふん。ほう、装備する的な感じなのかな。どんな感じか使ってみたいですね。はい、そういうギミックがあるカードがたくさん入ってる。そういうことですね。これがオーラですね。オカリオ。これもか。なるほど。こいつ。なんかまた始まりますね、新しい。すごい。青気味を先行奇跡。ルンプ。あ、いや、タレロボ。タレロボ。やったレモンがロボになってる。かわいい。なんだ君は。GR。ピザの。ピザの。こう。テルミャン。うんうんうん。すごいカード、すごい。ケルベロック、シュ、無罪。ほう。でもあんまり光も出てないですね。そうですね。一枚も。超がチャレンジチャージ。ほう、チャージする。ジョーカーかな。お、パンツァー。トラトゥー。うんうんうん。ゾレイ。ほうほうほう。ギャン。ギャン、これはあれに使えそうな。お、お、来た。これは。モフィギャング。おー、すごいな。デジルムカでめちゃくちゃまがまがしいですね。すごい。なんかこれはどういう効果なんでしょうか。これはこれをつけたクリーチャーにパワードブレイカーを与える。パワードブレイカー、パワードブレイカーを持つクリーチャーはそのパワー6000ごとにシールドをさらに1つブレイクする。はあ、はあ。あと相手のクリーチャーはタップしてバトルゾーンに出るっていう。はい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 、ね、あ、いいです。へー、うん、ほっ、バトル銀河のその辺勝てる話はこういう系多いです。あ、チャーカトナさん、へぇ、あ、次の石にひれ伏せ、すごい、スタンカーネン、あ、お、スタンメカーネンね、あ、うん、ほう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 、パラリラ、パラリラ、あ、やばいんじゃないですか。やばいですので、もしかしてやばそうな気が。え、なんかすごい、かませばーん。ラスト、えい、
はあ。なるほど。ドロン。こんな感じでございますね。なるほど。なるほど。さあ、まあこんな感じだったんですけども、これあんまりカード的なところは、あのムカデのやつぐらいですかね、おそらく。ですかね。ね。どうなんでしょう、これが山崎さんの出来になるわけなんですが、はい、なんか気持ち光り物が少なくて厳しそうな気もしつつ、そうですね、まあ、これはですね、もう皆さんコメント欄にて、はい、このカードだったらこういうコンボができるよとか、こうやって戦うと強いよなんか教えていただき、山崎さんがサクさんに勝てるようによろしくお願いいたします。お願いします。評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。